さあここで登場したのはコニタン。まあ、先日のレシオ大会ではこのコニタン準優勝していますが、かなり活躍して、本人活躍しての準優勝。新美人包丁太郎というチームで非常にコニタン動いてました今。さあ今日はどうなる。さあ、今日は大西さんがちょっと、はい、欠場なんですけども病欠ということで病欠なの、はい、で僕もマイク持つの、僕も大西さんも揃って風吹いているというしかも大西さんの方が状態悪いという、はい、まあなんていうかね、こちらとしても申し訳ないんですが、場所が悪い、ずっと僕は喋らなきゃいけないんで、はい、頑張ってください。僕喋らないんですあなたは喋らないんですではさあロシヒカリはリングに上がってほしくないコリタン頑張れという横で騒いでるか。サイパーここはコリタン熟練の技なのか。リングからラウンド取り返して、さあしかしお互い原子状況はマックスとマックス、さあキャラとしてはロシヒカリさん、はい、ネクロウォーキーそんなにネクロは楽じゃないです。楽じゃなかったはずだよ。逆に言えばゴーキーも有利です。素足、熱波切れて、サンクから、さあ画面端どうするか。ヒントは一旦これは距離を取って、冷静に投げて、ここがドリル、竜巻を投げて、この画面足、今まで危ないコンボしっかり切れて、コリタン逆転左手、10番へ。